はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ローソンで D ポイント祭り、D ポイントモスバーガーで30倍、D デリバリーで D ポイント50%でお得にということで、先日 D 払いの大型のキャンペーンについて動画にさせていただきましたが、今回はですね、その D 払いに引き続き、なんと D ポイントでもお得なキャンペーンが発表されたので、まあそちらについてサクッとお伝えしていこうと思います。今回はですね、大きく3つに分けてますので、最後までぜひ楽しんでいっていただき それではいってみましょうじゃんということで、ローソン春の D ポイント祭りというキャンペーンが発表されました。いや、またローソンで始まりますね。 ま、今回のキャンペーンなんですけども、こちらは日にちごとにお得なキャンペーンがあるので、まあ、それも含めていきましょう。ちなみにこのキャンペーンは全体的に3月の10日から3月の 30, 30日までとなっています。もちろんですね、D ポイントのキャンペーン、恒例のエントリーが必要となってますので、まずそちらからやっていきましょう。で、このローソンの D ポイントのキャンペーンなんですが、大きくその3つに分かれてまして、まずその1つ目が今出てるこちらのキャンペーンなんですけども、ローソンで今出てる対象の商品を購入する際に、 D ポポイインントトカードを提示ししててお買い物したらら今出てるようなポイントがもらえますで、このキャンペーンの期間なんですけども、3月10日から始まっていまして、もうすでに始まっています。で、3月の23日までの、まあ、約2週間弱ぐらいのキャンペーンとなります。で、例えば、こちらのお弁当ですとか、麺類、で、パスタ、焼きそば、ホット、 ドメとかあと冷ため冷たい麺とかですね。これら税込350円以上の商品を購入したら、ここで d ポイントの50ポイントが還元されるということになります。まあ、麺類に関しましては、一部対象外の商品もありますので、まあ、購入する際には注意書きなど、これはチェックしておいてください。そして、こちらの揚げ物、うち、カフェ、スイーツ、お寿司、えー、おにぎりなどの購入する際に d ポイントカードを提示してお買い物したらプラス30ポイントがもらえます。たまにまあ、僕自身。もおに おにぎりとか内カフェスイーツをまあ購入することがあるので僕はどちらかというとこちらの方が嬉しいかなという感じですねまあそれぞれの商品に関しましては何円以上という条件がそれぞれありますのでこれは各自チェックしてみてください ちなみにこちらは期間中の付与上限として2000ポイントまでとなっています。まあ、なので、まあないとは思うんですけども、お弁当を40個購入したらですね、この上限に到達するということになります。そしてですね、このお弁当ですとかスイーツなどのキャンペーンが終わった次の日からですね、なんとこちらもスタートします。じゃんということで、対象のローソンで街カフェドリンクを購入する際に D ポイントカードを提示して、お買い物をしたら50ポイント。 プレゼントということですね。これ嬉しいですよね。コンビニのコーヒーでも僕は、まあセブンとかファミマローソンとか比較しても、セブンと同じぐらいローソンのコーヒーって結構好きなんですよね。まあ特にあのでっかいあのカフェラテをよく頼むことがあります。で、こちらのキャンペーンは3月の24日から始まりまして、3月の30日まで開催中ですので、まあ動画を投稿してるのが本日3月の11日なので、まだ始まってないので、これはですね、お日にち間違えないようにお願いします。 ちなみに僕はちょっと間違えそうでした。ちなみにこちらのキャンペーンの付与上限は700ポイントまでとなっていますので、まあ14杯分コーヒーを頼めば上限に到達するということになります。そしてですね、期間中ローソンではあとこちらもあります。ローソンで税込み700円以上のお買い物をして D ポイントカードを提示して決済したら抽選で1万ポイントが当たるキャンペーンとなっております。こちらは3月の10日から3月30日までの3月いっぱい開催中の キャンンペーンとなっていますので、まあ、このキャンペーンどちらかというと普段からローソンでお買い物をされている方におすすめなキャンペーンかなと思います、まあ、このキャンペーンは1回に税込み700円以上のお買い物ごとに一口分のまあ抽選券というのが獲得できますなおかつ、えー、一口以上中選券を獲得できるのでまあ何度も何度もローソンを利用する方についてはもうほんとチャンス結構多めな感じかなと思いますで今お伝えした3つのキャンペーンも含めてなんですけど トータルでこのキャンペーンの、まあ、注意点、ポイントというか注意点なんですが、まあ、先ほどから何度かお伝えしているように、お会計の際にポイントカードの提示が必要となります。まあ、なので、例えば今出ているような D ポイントカードを準備します。例えば D ポイントカード、D カードゴールド、そして D カード、そして D カードプリペイド。まあ、これらに D, D ポイントを付ける機能が付いているので、まあ、それをまず提示すると。 もちろんですね、スマホのモバイルの D ポイントカードでも OK です。そして、お会計の際にこちらをですね、先に店員さんに見せて読み込んでいただきまして、あとは好きな決済方法でお買い物をするという流れになります。まあ簡単ですね。なので、今月いっぱいであれば、今思い当たるのであれば、メルペイのコンビニの20%還元のキャンペーンであったりですとか、まあ最近はちょくちょく頑張りを見せてくれてる AU ペイの20%還元の時にお買い物をしたりとか、あとはクレジットカードの20%還元と組み合わせてもいいと思います。 まあ何でも全然いいと思います。まあ何かしらのお得な方法でお買い物してみては、まあいいんじゃないかなというふうに思っております。ちなみに iPhone の方は d ポイントと Apple Pay のキャンペーンとかと組み合わせたらさらにお得で、まあ d ポイント貯めることもできますね。以上がローソンと d ポイントのキャンペーンについてでした。それでは次ですね。 じゃんということで、D ポイント始まりモスキャンペーンという D ポイント30倍のキャンペーンですね。こちらのキャンペーンなんですけど、なんとですね、あのモスバーガーで D ポイントが使えるようになります。まあ、貯めたり使ったりですね。その D ポイントが導入されることで始まるキャンペーンとなっております。で、こちらのキャンペーンなんですけども、ちょっと先になっておりまして、期間は2020年の3月の24日から3月の31日までとなっております。まだ ですね、ちょっとキャンペーンページ公開されてないんですが僕はちょっとプレスリリースの方のページ見ておりましてそこではエントリーが必須となっておりましたでモスバーガーでは通常税込み100円についての1ポイントの1%還元なんですが今回その30倍ということでしたので期間中は30%還元となりますいやまあモスバーガーは他のファストフードのお店とまあ比較しても若干ちょっとお高めなのでこの D ポイントの30倍って嬉しいですよね まあ、ちなみに今出てるように、キャンペーンの不要上限は2500ポイントまでとなっておりますので、まあ、ぜひですね、この機会にモスバーガー行ってみるのもいいかなと思いますし、普段利用されている方はお会計の前に D ポイントカードの提示を忘れないようにしましょう。 ちなみにですね、モスバーガーに関しては公式のアプリがあったりするので、まあ、そこにあるクーポンとかと組み合わせたら、まあ、さらにお得になります。以上がモスバーガーのキャンペーンについてでした。それでは最後はこちらですね。じゃんということで、3月平日限定50%ポイントバックということで、これを見ただけで、なんぞやという感じになるとは思うんですけども、それがこちらなんですよね。まあ、ドコモのデマイフード宅配サービスの d デリバリーというサービスになります。まあ 最近はですね、結構この宅配サービスってめちゃくちゃ流行ってますよね。まあ、わかりやすい例で言うと、UberEats とか、出前館とか、まあ最近楽天のサービスの楽天デリバリーとか、まあそういった感じの、まあ類のもので、今回その d デリバリードコモが提供する d デリバリーが今回3月の平日限定とはなるんですが、なんと実質半額で食べられちゃうんですよね。 一応ですね、このキャンペーン簡単にまとめたらこんな感じとなっております。まあ、D、ドコモのキャンペーンなのでエントリー必須となっておりまして、先ほどもお伝えしたように平日限定となっております。まあ、細かい日にちに関してはキャンペーンの公式ページチェックしてみてください。で、あと、お支払い方法なんですけども結構いろいろとありまして、今出てるように現金、ドコモ払い、クレジットカード、D カード払い、請求書、そしてポイント利用ということなんですけども、今お伝えしたこのポイント利用というふうなものが出てると思うんですが、そうなんですよね。 ね、これですね、ちょっと視聴者さんに教えていただいたんですが、あの D ポイント期間用途限定ですね、期間が決まってる D ポイント、これも使えちゃうんですよね。まあ多分ですね、ちょっと前とかの大型の D ポイントのキャンペーンとか D バラのキャンペーンとかで、今お伝えした D ポイント期間用途限定が付与された方も結構いらっしゃると思うんですが、 このキャンペーンで使ったらさらにですね、D ポイント期間用途限定が付与されるので、意外とお得だったりするんですよね。D ポイント期間用途限定を使ってまたそれが還元されるという感じなんですよね。まあ、この宅配サービス全般通してもそうなんですが、若干お高めなんですが、まあ、対象の地域でこのサービスがあったりとか、まあ、今日の夕飯ちょっと作る時間ないなという方がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひですね、まあ、ちょっぴい、いつもより結構お得なので、利用してみるのもいいのかなと思います。 ちなみに僕はですね、昨日実際に利用しまして、こちらのチキンロコモコ丼を頼みました。まあ、ちょっとですね、見た目はちょっとあれなんですが、まあ、かなりですね、食べ応えもあってめちゃくちゃ満足でした。まあ、ちなみに値段はだいたい1200円程度で、まあこれ全部 D ポイント期間用途限定で支払いました。 で、した、あの、指定した時間にも来てくれて、サービスにも本当大変満足でしたね。味もすごい美味しかったです。以上が D デリバリー50%還元のキャンペーンについてでした。最後に今お伝えした3つのキャンペーン、トータルの3つのキャンペーンの2てまとめですね。ローソの、ロソのお弁当とかスイーツなどのキャンペーンに関しては3月10日から3月23日。で、ロソンの街カフェに関しては3月24日からスタートします。で、3月30日まで。で、ロソンの1万ポイントの還元のキャンペーン、抽選のキャンペーンですね。これは3月10日から3月30日。 までの3月いっぱいで,であとモスバーガーと D ポイント30倍のキャンペーンに関しましては3月24日から3月31日まで,でデリバリーに関しては3月の平日のみとなっておりますのでこれはお日にち間違えないようにお願いしますまあそんなこんなで今回は D ポイントのキャンペーン3つについてお伝えさせていただきましたいやーほんと D 倍に引き続き先ほども思ったんですけどやっぱ D ポイントの還元のキャンペーンって毎回えげつないですよね まあ僕は今月いっぱいはこの D デリバリーまだまだポイントが期間用途限定のポイントがあるのでこれは D, D デリバリーで使ってまだちょっとモスバーガーでも D ポイントを使ってみたいなってのもあるのでまあ多分行けて1回か2回だと思うんですがまあぜひちょっと利用してみようかなと思いますであとは D ポイントのそのローソンのキャンペーンですねこれでまあ期間が始まったら街カフェのコーヒーを買おうかなっていう感じには思っておりますまあ一応ですね今お伝えしたキャンペーンの公式リンクなどは下の概要欄に貼ってますので それぞれ詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました、まあ、今朝ですね Twitter、まあ、にもちょっとつぶやいたんですけどもそれが今こちら出てる画像なんですがちょっと読み上げたいと思います朝のローソンにて会計に時間かかってた目の前のおじさん見事に現金決済 会計が時間がかかったからか、レジから離れる際に、後ろで並んでる僕に軽くペコリとエシいやいや。 コンビニならキャッシュレスがお得で早いよってお伝えしたいおすすめはタントンクイックペイピピーということをつぶやきました。まあですね、これ何がお伝えしたいかというと、なんかほんと多分すごい礼儀正しい方の男性の方だったんですよね。まあその時に今お伝えしたようになんかやっぱ時間かかったのかちょっと申し訳ないなという気持ちがあったのか僕に会釈をしてあの去っていったんですけども、なんかこうね、なんていうかもうほんと、やっぱ多分まあサラリーマンの方だと思うんですけども僕もちょうど出勤してた時だった なんですがやっぱこう ねえ、普段からこう、朝から時間に追われてるならね、やっぱりそれこそね、僕が常に常に、常に押しておる <laughs>、キャッシュレス決済ですね。まあ、その中でも、タントンとクイックペイと PP なので、まあ、タントンは ID 決済、クイックペイはクイックペイのね、クイックペイでお馴染み、そして PP は、まあ、ええー、モバイルスイカとか、まあ、そういったものにはなるんですが、やっぱりね、あの、コード決済はちょっと時間かかったりするんですけども、本当 NFC というか、かざして決済できるタイプは本当に早いので、やっぱこう、ね、還元はとかを置いといて、お得もそう ななんですがなんかやっぱ速さっていうのはやっぱ魅力的なとこではあるのでもうほんとねやっぱそういった時間に急いでる人ほどあのかざして決済できるタイプのものは本当におすすめだなとつくづく思いましたということでありがとうございました。